スタジアムにお越しの皆さん、今日の日のインタビュー、もちろんこの人です。新たな24番エドアルド選手です。この拍手、今日の初戦の拍手だと思います。日立大で初めてプレーした気持ち、いかがですか？Bem feliz de poder colaborar com a equipe, graças a Deus consegui fazer gol e bem feliz pela minha estreia。もちろんここの今スタジアムで勝利できたということが何よりも嬉しいですし、その中で自分が得点を決められたということが何よりも幸せに感じています。柏で迎えた J1 デビューですけれども、試合前どんなお気持ちでゲームに臨まれましたか？último jogo tinha acompanhado pela TV, que estava no hotel e vi que era foi jogo, a torcida compareceu bastante e foi, a expressão foi muito boa, gostei bastante, a torcida veio comparecer, a gente, graças a Deus, conseguimos retribuir a presença deles. テレビで試合を、柏レイソルの試合を見たときに、サポーター、たくさんのサポーターの方がいらっしゃっているのを見て、その中で自分が早くプレーしたいなという気持ちがありまして、今日ここで皆さんの目の前でプレーすることができて、とてもすごく感謝しております。本来の仕事である守備ではもちろん、今日はゴールも決めました。素晴らしいデビュー戦になったと思いますけれども、自身のプレーを振り返ってくれていただけますか？はい、tive a felicidade de fazer gol, mas feliz mais pela vitória que a gente conseguiu e pelo gol também, a vitória de todos. 自分のプレーよりもやっぱりチームが勝てたということが一番嬉しいですし、その中で自分が得点を決められたということはなおさらまた嬉しいです。デビュー戦楽しめましたか？よかったです。Não só eu, mas acho que todos se empenharam bastante e a gente conseguiu sair com um belo resultado. もちろん楽しめましたし、それよりもチームメイト全員が今日の勝利を楽しめたサッカーできると思います。今日ここでのお披露目になりましたけれども、では最後にサポーターの皆さんに改めてご挨拶と、それから今後に向けた抱負を聞かせてください。A gente quer está querendo chegar mais na ponta da tabela, né? A gente foi minha primeira partida.E acredito que a gente vai trabalhar bastante para subir de posição e dar alegria para todos que torcem pelo Castigo. ここから先練習して、試合を重ねていくごとに勝ち点3を重ね、上位を目指して、もちろんチャンピオンを目指して頑張りたいと思います。今日のヒーローインタビュー、見事なプレーを見せてくれました。デビュー戦を迎えたエドアルド選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。